こんにちは、アッキーです。今日も矛を持っていきます。誰にも持たせない。僕の矛だから。これちょっと矛割り勝ちはでかいわ。いやー、分かってるんだけどな。いるの分かってるけど、僕ならやれる自信があったけどやりませんでした。いるんだよな。マジ？なんか雨プラス単損ですごいヒル速叩き出されてしまった。まあ、勝負挑んだ僕がバカか。わからん、敵位置が。あー、局者系の方々が結構やりますね。はい、味方めっちゃ死んでんじゃん。なんかローラーかなんかにボコボコやられてんのかな。うん、頑張ってはいるんだけど、あーもう何かやってくれ、何かしらをやってくれ。後ろ塗らなくていいから。あー絶対やられるか。スラタン・イブラヒモビッチだ。辛いなーこの試合。ははははって感じですね。さあドラント開け。いやー長い。そんなチャージ残るの？チャージ切れると思った。長い。ほぼ放置なんか。誰割った人？もう、割って放置って何なのよ。もう謎すぎる。謎極まりない。ここを取られるから、それ。なんでハイプレのタイミングで僕を守ってくれなかったし、詰めてくれねえんだよ。やっとここ持たせてもらえた。うまいなぁ。もうみんなローローにボコボコやられすぎやろ。足場塗ってあげるけど、塗ってあげたところで。やられすぎだって。やられすぎじゃないですか。皆さん
あーマジで、なんでそこカバーに行かないの、あなた味方見殺しかよ、本当にもう、もう何なのこの試合。はい、今日はここまでです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。なんでこれさ、スーパーザクションが持ってんのに最後放置なん、もうゼロナイス玉じゃん。